こんにちは、井出口さやかです。本日は北海道に来ております。スバルのオールラインナップ試乗会ということで、この雪景色の中、スバルの白鳥さんに少し私もご指導をいただきながら車を運転したいと思います。よろしくお願いします。車両実験総括部白鳥と申します。今日はよろしくお願いします。はい、お願いいたします。こちらジムカーナコースになっておりまして、広い広場を用意して皆さんに自由に走っていただこうと、で安全な操作を勉強していただいて、まあ、走れる方も思う存分楽しんでいただきたい、そういったコースになっております。まず J ターンと立ち乗り旋回をしたいと思います。はいはい。J ターンはまず確実にブレーキを踏んで、ターンイン、そこから行きたい進行方向を向いたらアクセルオン、8の字旋回です。はい、すごい雪をちょっとまき散らかしながら、雪の上で非常に滑るので、必要なところまで確実にスピードを落として、そこからメリハリのあるアクセル操作で、加速していきます。すごいですね。なんかよくだからこそできる動きなんでしょうね。そうですね、FR でもできるんですけど、はい、やっぱり前に進む力が四駆の方がはるかに強いので、はい、運転はしやすいです。安定性も高いと思います、四駆の方が。そして広場を抜けると、はい、ちょっと細い道にかかってくるんですけども、カーブ運転するのちょっと怖いんですけれども、はい、こういったところではどういったポイントが、一般のでは何しろその確実に曲がれる速度を自分でよく考えて、はい、スピードを落としてから曲がって加速するっていうのが一番大事だと思います、うん、はい、やっぱりスピードの調整、そうですね、確実な減速とメリハリのある加速、はい、それが安全につながると思います。はい、白鳥さん、はい、今ドライビングスーツを着ていらっしゃるんですけれども、はい、どうしてドライビングスーツを着ていらっしゃるのか、実は今回私は実験総括から来てはいるんですけども、はい、スバルドライビングアカデミーという、車を走って感じて考えてそれを物理にするという、うん、開発している人間にどういう車がいいんだっていうのをうまく伝えるような、うん、そういった走れるエンジニア、エンジニアも走れる、はい、そういう活動を進めている一期生に選ばれて、はい、それでこういうドライビングスーツを着て今日は走ってます。そうなんですね、はい、じゃあエンジニア的な機械的なこともそうですね。それでは、はい、実際に運転してみたいと思います。はい、お願いします。まずは J ターンですね。 J ターン、はい、J ターンはブレーキをしっかり、はい、ブレーキをしっかり踏んでハンドルを切ってそこからメリハリのあるアクセル操作、はい、しっかりブレーキを踏んでカーブしつつ方向が決まったら踏み込む、はい、これが J ターン、はい、アルファベットの J の字ですね。そういう J の字を書くという意味の、はい、そして今度は8の字ということで、8の字も文字通り8の字ですね。8の字難しいですね、やっぱり。そうですね、ハンドルがちょっとちょっと手を離すとどうしてもあっちにこっちに行ってしまうの で、ね、難しいところなんですけれども、はい、でじゃあコースの方行きましょう。はい、じゃあコース出てみたいと思います。はい、この黒く見えてるところは凍ってるところなので、はい、スタッドレスタイヤ、雪のある、はい、積もってるところを走った方が確実にグリップします。あ、そうなんですね、はい、やっぱり氷の上だと滑ってしまうんですか。そうですね、はい、先ほど教えていただいたカーブに入るときにはスピードをちゃんと落として、はいはい、曲がっている途中からまたスピードを入れていくという感じですかね。はい、運転してて思うんですけど、結構私さっきから近くばっかり見てしまうんですよ。そうですね、やっぱりなるべく遠くを見ながら路面の状況がどう変わっていくかというのを早く
見て、はい、先ほど言った見て感じて、うん、っていうそこですね、はい、そうすると操作も余裕を持って対処できるようになると思います。うん、やっぱり手元ばっかりじゃないですけど、そうですね、足元ばっかり見てても良くない、はい、ね、実際にちょっと広場で八の字旋回って普段絶対するようなことがないような走り方をさせていただいたりとか、はい、また雪道でどのように走ると安全な走りができるかということを白鳥さんに教えていただいて、とてもなんかためになりましたし、私すごく今日楽しんで運転をさせていただきました。ありがとうございます。まずこのイベントに来ていただいた一番の目的は皆さんに雪道を楽しんでいただく、うん、で四駆の良さも AWD の良さも分かっていただけると、はい、よりいいな、そういうイベントになってます、はい、今回ドライビングアカデミーということで技術者の方が実際に車に乗って運転をすることによってそこから得る感覚的なものも含めて車の革新であったりとかさらなる進化っていうものにつなげているという取り組みというのも私も初めて伺いまして、はい、とてもびっくりしました。でも実際にそうやって開発されてるからこそ乗ってる方の気持ちだったりに直結するのかなということを私も改めて感じましたので、はい、これからも楽しい車作りというところでぜひ、はい、お願いしたいと思います。ありがとうございました。